今回は海外の大手サイトで紹介され話題になっていた、あまりにも種類が豊富な日本のキットカットへの反応です。キットカットの誕生地はイギリスで1935年のこと。ネスレのホームページによると、お弁当と一緒に職場に持っていけるチョコレートバーを作ってはどうかという発想から生まれ、あっという間に大ヒット商品になったそうです。1973年には日本でも発売が開始、世界的には遅い開始でしたが、今では本国イギリスに次いで世界第2位のキットカット消費国になっています。日本のキットカットはその種類の豊富さが有名ですが、これまで発売された味の数は100を優に超えています。翻訳元ではわさび味、りんご味、あずきサンド味などが紹介されており、海外では考えられない商品展開に外国人は騒然。寄せられたコメントの一部をご紹介しますので、ご覧ください。